それではいきましょう、はい、最初の挑戦者は中野ちゃん。はい、お、いきます。じゃあそれではお願いします。さあ今回は難波商店街に来ました。早速行ってみましょう。お買い得やったのね。田舎ですね。あ、おばあさん、マイタケ、マイタケ、一つ質問なんですけど、この町のいいところとかってありますか？ね、まあ昨日来たばっかりやから引っ越してきね。昨日引っ越されて、隣に引っ越してきたのよ。そうなんですか。え、でも服見る限り大阪っぽい感じなんですけど。まあ最初やからな、とりあえず外から入ろうかな思って。ちなみにどこから来られたんですか？沖縄。沖縄でその学校学ん、あ、そうやで。素晴らしい。あんた、アミちゃん食べるか？アミちゃん、アミちゃん、ほら、ほら、ほら、どれがいい、どれがいい。じゃあちなみにこれいただきます。え、ちょっと待って、ちょっとサインして、サイン、サイン、サイン、これ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 、はい、サイン、サイン、フィッシュの裏紙って、はいはいはい、ペンがないですね。ペン、ペン持ってんで。あ、ペン、サイン、サイン、鉛筆、サインして。わかりました、書きますね。えらいですね。えらいね。はい、汚くなりましたが、どうぞ。いや、ほんまに汚いな。もう一回、やばい。ハイカット。いや、素晴らしい。見たかった。なかなかもうネタ合わせしたかのような。これはいいですよね。続いては渡辺。さあ、難波の商店街に来ました。いいですね。見てみましょう。おしゃれね。 あら、おばちゃん、これこんにちは。こんにちは。何してるんですか？今ちょっと散歩に行ってて。このカットで悪い悪い悪い。いやいや、完全ヒョウでしょ。どうした、鼻声？いや、鼻声じゃない。風邪ひいてんの？風邪ひいてない。ネギやんで、ネギ。あげたい、あげたい、ネギ巻いてこい。いや、ネギ巻いて。いいわね、いいわね、いいわね。ちょっとやめてくださいよ。ちょっとしたトラブルみたいな。あ、なんか、かわいい。え、かわいい？かわいい。やった方がいいんじゃない？あ、私ちょっとアイドルなんで無理なんですよ。え、これアイドル無理なの？え、アイドル。え、何決定してるの？この子。ひどいわね。完全に怒らしてね。はいか。ちょっとね、ちょっとね、うん、怒らせてしまいましたね。怒らせてしまうんだよね。おばちゃんたちのクオリティが高すぎるの。すごいよね。難しいんですよ。うまくて。